大学の正門ワルシャワ大学は、ポーランドのワルシャワに存在する大学。ロシア定立ワルシャワ大学時代の交渉1816年11月19日、ロシア皇帝アレクサンドル一世が、ポーランド立憲王国に大学を開設する権限を与えたことにより、法学行政学、医学、哲学、進学、芸術学の語学部体制で設立された。開設されてから間もなく、 学生500名、教授人50名を要するまでになった。しかし、学生や教授の大部分は1830年の11月放棄に加わり大学は閉鎖された。1826年から1829年の間、ポーランドを代表する作曲家フレデリック・ショパンがこの大学で学んでいた。1857年、クリミア戦争が終わり、ロシアに つかの間の平成が訪れると、ワルシャワに医学の短科大学アカデミアメディコカールジックスナを設立する許可が下りた。1862年になり、法学行政学、文学歴史学、物理学数学の学部が新たに開設された。この新設大学はすぐに重要な研究機関となりしコア・グローナと解消されたものの、1863年の1月放棄により、 ポーランド語による教育機関はすべて閉鎖されたためこの大学もそれに伴い閉鎖された。数年間しか存在しなかった大学であったが、3000人を超える学生を輩出しその多くは、ポーランドの知識人として、ポーランドのその後を担う人材となった。1870年、シュコはグロンナに代わってロシア語による教育がなされる、セザースキーにはアシテッド・ウォージアウスキーが設立された。 この大学は以前の大学とは異なり、ワルシャワ駐在のロシア軍兵士に教育をすることに主眼が置かれていた。しかし、学生の7割はポーランド人であった。ロシア帝政側は、ロシアの大学がポーランド社会をロシア化することに最も適した方策であると信じて疑わなかったため、新キャンパスの建設に多額の投資を惜しみなく言った。しかし、 ロシア側の思惑とは裏腹に複数の地下組織が学生たちをワルジャワにおける指導層として育てる活動を開始し、これらの地下組織はロシア第一革命の活動家となった。その後ポーランド人の学生たちはロシア帝国の教育を拒むことを宣言し、大学におけるポーランド人の比率は1割未満へと低下した。学業を続ける者の多くは、 ガリツヤや,や西欧諸国へ留学した。1915年、ワルシャワがドイツによって占領されると、ワルシャワにおける大学教育が許可され、教授たちの復学とポーランド語による教育が認められたものの、独立運動へとつながることを懸念したドイツ軍政は、講師の数を制限するなどの規制を敷いた。学生の数は規制されていなかった。1918年、 第一次世界大戦が終結し、第二共和制ポーランドが建国されると、ワルシャワ大学は急速に成長した。大学における全ての重要なポストを民主的な選出により決定し、国家も大学の近代化のために多額の財政支出を行った。加えて、外国で亡命生活を送っていた多くの教授たちも帰国し、 大学の近代化に尽力した会もあり1920年代後半には西欧諸国の水準にまで大学を発展させることに成功した。そして1930年代初頭には開校講座数250科目以上、学生数1万人を数えるポーランドで最も大きな大学へと成長した。しかし、新国家体制を樹立したばかりということもあり、 教育費をすべて国費で賄うことは困難であった。そのため学生たちは多額の授業料を納入する必要があり、奨学金が受けられる学生は全体の3%程度に過ぎなかった。財政的な問題を抱えつつもワルシャワ大学はキャンパスの拡張や学部の新設などを行い大学の規模を拡大した。国家元首のユゼフ・ピウスツキが死去した後、ワルシャワ大学は ニワーシテッド・ウォージアウスキー・イム・ジョザファ・ピルサザキ語と解消した。集団指導体制をとっていたポーランド政府が、大学の自治権に制約を加えるようになると、受難の時代が始まり、国家主義的な右派は反ユダヤ主義の元ユダヤ人、排斥運動を展開し始めた。ピウスツキが、ヤギエウを理念の下 他民族国家を目指していたが彼の死により反ユダヤ主義を抑えることができなくなったことが深く関係している。この反ユダヤ主義運動により、決闘ベンチというユダヤ人学生とそれ以外の民族の学生とが別々に座る習慣的な差別行為が半ば公然と行われるようになった。これはアメリカ合衆国における公民権運動以前の時代と同様、 当時のポーランドでもこういったマイノリティに対する差別を禁止する法制度や大学内の制度が未整備だったからである。1939年、ポーランド分割によりナチスドイツの支配下に入るとナチスはポーランド国内のすべての高等教育機関の閉鎖を命じ、ワルシャワ大学の研究設備はドイツの大学に分配され、 大学施設はドイツ軍の兵舎として接収された。この閉鎖はポーランド人に高等教育は不要であるというナチスの差別思想に基づくものである。大学を閉鎖するだけに止まらず、ナチス軍政はポーランド国内における高等教育そのものを禁止し、これに反するものは死刑に処せられた。このような厳しい規制の下でも元教授らの多くは、 タイニーニワーシテッド・ウォージアウスキーと呼ばれる地下組織を結成しの危険を覚悟でアパートの一室などに少人数で集まり講義を行った。この地下組織は急速に広がり秘密大学における講義は300、講座、学生数は3500人にも上った。学生の多くは国内軍等の組織の一員としてワルシャワ放棄に参加した。大学のキャンパスでは ワルシャワ放棄の初日から激しい戦闘が繰り広げられたが、ドイツ軍のワルシャチュー中トンチが大学の付近にあったこともあり、大学のキャンパスは機関銃等で重武装されていたため結局大学の敷地は終戦まで奪還できなかった。ワルシャワ放棄、または教育禁止令により63人の教授が犠牲となった。 1944年の戦闘で大学施設の60%が損壊し、大学が所蔵していた資料の80%が破壊、もしくはドイツへ持ち去られ戻ってくることはなかった。ワルシャワ大学には東洋研究所日本韓国学科がある。同学科はポーランド国内の東アジア研究の中心となり、現在に至る。日本人講師、研究者も数人教鞭を取った。 ポーランドで東アジアの日本語、日本文化や韓国語、韓国文化研究は、その中心的研究機関となってきたのが、ワルシャワ大学である。ワルシャワ大学では1900年代初頭から、東洋研究の中で日本語、日本文化に関する研究が行われ、独立回復直後の1919 19年7月には、ポーランド初の日本語講座が開設された。当初日本研究は、 中国研究の一分野であった。第一次世界大戦後、日本学科が設置され、独立した学問分野としての日本学と中国学を交え、研究の基礎が築かれた。1933年、日本学科は中国学科に吸収されたものの、学術研究分野としては次第に独立し、韓国学科と併合していった。第二次大戦後、 ポーランド人民共和国の共産主義体制期には、1952年、修士課程に日本学専攻学生のためのゼミが開校され、1955年には修士課程日本学専攻日本語講座開設。1956年、日本学科が再び独立した。1978年、東京大学との間に学術交流の実施に関する合意書が調印された。 1991年、韓国学科を併合し、日本韓国学科となる。また同年、ポーランド日本学基金設立。1994年11月、ポーランドにおける日本語教育開始75周年を記念し、日本研究シンポジウム国際会議を開催。ポーランドと日本の国交回復は1957年であり。 一連の日本研究体制の再建はそれに先行して行われた。地球の歩き方2017から18チェコ、ポーランド、スロバキアダイヤモンドビッグ社、2017年234ページ。ISBN 978から4から478060438。ありがとうございます。